はい、リオさんです。ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、この度入りました三菱出走エアロスタ、2PG MP38FK、かっこいいですね。はい、実はですね、皆さんにお知らせがあります。実はもう一台新車が入ったんですね。知らなかったでしょう。さあご紹介しましょう。こちらです。あら、あら、あら、新車、あら、あららららら、もしかして、あららららららら、あららら、あ、新車が、あら、かわいらしい。あ、新車が、ええ、この度入ったこちら新車でございます。あら、かわいらしい新車だこと。これ、え、あらら、手で持てる、かわいらしい。はい、実はですね、この度このペーパークラフトを制作してくださった方がいらっしゃいます。はい、ウミガメ製作所さんですね。この今回入った、新車を機にですね、いろんなご縁も、新しく、ね、出会わせていただきまして、この三菱輸送の、バスの、形が好きだという方がですね、ウミガメ製作所さんが、いろんな、事業者さんの塗装カラーリングをですね、なんかパソコンで書かれて、で制作をされていると。でこの度、当社の瀬戸内産駒のカラーリングで、作りたいという、お申し出をいただきましてですね、はい、作っていただきました。これ見てくださいね、作りがね、ちゃんと細かくて、このペーパークラフトを今まで見てきましたけどね、こんだけ緻密に完成度が高い図面を描かれているってね、素晴らしいですよね。ちゃんと裏面にもね、説明書きが、ちゃんと載っております。でこれ、これね、天井部分ね、天井部分、いや、これもね、部品として、まあついてたんですけど、ね、これを、この部品をこの接着することによってなおさらリアリティ感がね出てるっていう、まあ本当にありがとうございます。でこのペーパークラフトね、当社では販売はしておりませんで、私がね、データをいただいた分を、印刷、印刷はね、もちろん、呉市の、いつもお世話になっておりますポプラ堂さんにね、頼んでおりますけども、その印刷分ね、何枚かまだ、残ってますので、まあ、ね、いっぱい、まあ、欲しいと言われる方ね、いらっしゃると思うんですが、ちょっとね、在庫あっても数に限りがありますので、なかなか全ての方には差し上げられませんけども、まあね、今後、バスのライブとかいろいろさせていただく際に、まあね、視聴者さんのもの、視聴者様の、プレゼントとしてね、ちょっと取っておこうかなと、いうふうに思っております。はい、今日ね、今日の YouTube はですね、こちらの新しく新車が入りましたよと、いうご報告をさせていただきました。ね、このサイズね、小人さんが乗るぐらいかな。ね、ブーンと走ってきてね、すいません、乗せてください、はい、どうぞってね、いう感じのね、会話が聞こえそうですね。はい。で、この後ね、前回、このエアロスターの、前面展望、私が運転する、まあね、賛否両論の動画でございますが、放映させていただきました。今回ね、もう
一つ、当社に、オートマチックの、中型のバスがおりますので、そちらの前面展望をね今回、ご視聴いただこうと思います、ね、よろしくお願いいたします。それでは、りょうさんでございました。ありがとうございます。前面展望をお楽しみください。どうぞ。発車します。ご注意ください。お疲れ様でした。これで放送体操系統です。
注意ください。